学校書いたら読むかなっていう感じなんでしょうかね。ああ、まあそうですね。はい、まあ、はい、家に帰ってからまあ数十分ですかね。まあ特配メモは今見つけたら読んでますね。まあ多面的にというか、まあそういう感じに、まあ知ることが、まあできて、まあ面白いかなとは、はい、思います。まあでも結構やっぱり、まあ、北朝鮮関連の記事を読むというか目を通すことが多いですかね。うん、そうで、まあ、例えばオピニオン欄とかだとなんか結構これだとなんか社会保障関連とかだとこうよく読んでるので、まあそう、まあ財源があればですけど、まあ個人的には例えばベーシックインカムの導入とかも、うん、まあ考える価値はあるのかなとは思うんですけど、うん、まあでも僕としてはやっぱりあの葬儀の内容を取り上げていただけるのが一番、まあ、嬉しいという気持ちは、まあ、ありますね。まあそうやっぱまあ棋士として、まあ、結果だけではなくてやっぱり葬儀の面白さっていうのを、まあ、まあ伝えて、まあ、行きたいという思いもあるので、今本当に多くの方が目にする媒体で、まあ、そういったものを本当に取り上げていただけるっていうのは、まあ、その一歩にもなるかなとは思うので。